ちゃくちゃ来てる。なんかコメントどんどん伸びてません？めっちゃ伸びてますよね。めっちゃ嬉しい。あインスタフォローしてたけど堀夏の冠番組あるの知らなかった、ごめんなさいって言って、でもこれ見てくれてますからね、うん、だん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 知ってくれればそれでいい。ひろちさん、友達の携帯借りて勝手にチャンネル登録しちゃいました。やり手ですねめちゃくちゃやり手ですね。いいね、いいね。お母さんの YouTube でも勝手に堀夏の冠チャンネル登録しました。やってんなめっちゃやってんな。高評価。わマイさん、時々目が合うのキュンってしちゃう。だこのカメラの効果めっちゃ出てますね。目合わせて、目合わせてキュンってさせてよ、キュンってウインクできないんですよ僕。本当やって。できてます。え、どのくらい、このくらいですか今。頭の上から下まで、顎まで。苦手なものだねこれ苦手なもの。ウインク、ウインクか。ウインクの先生とかいるんですかねなんか愛知県にウインクのチャンピオンいればぜひぜひご一報。あリンさんの、単純に浴衣着てバーベキューとか手持ち花火とかスイカ割りとかして夏っぽいことしてる夏希くんみたいですみたいな。楽しそうで僕はやりたいです。メンバーとかとスイカ割りしたこととかあるの？ないんですよね、スイカ割りは。バーベキューとかありますけどね。夏祭りっていうと何？まあ祭りで、屋台でベビーカステラ、ベビーカステラ好きで、ベビーカステラですね。屋台好きですね。みんなでなんか祭りの屋台でご飯買ってくるとか、メンバーでやってたんですよね今までに。なんか好きなんですよみんなそういうのが。わあこれめっちゃ嬉しいコメントちょっと来ました。お米さん、チャンピオンさんとの、えのです、えのチャンピオンさんとの相性抜群すぎる。グーが2個来てますもんねこれめっちゃ嬉しいんだよな。これ高評価します、ありがとうございます。このなんか画伯降臨アルパカを描くの回はチャンピオンのファンがめちゃくちゃ増えてるっていう、はい、チャンピオンかわいいとか、チャンピオンとの相性は最高とか、ずっとチャンピオンと一緒にやってくださいみたいな。すごい魅力持ってるよなチャンピオンって。こうアルパカのなんか評価なんですけど、やっぱり初期アルパカの人気がすごいですなんかいいみたいな、私は好きだみたいな感じの人がめちゃくちゃ多い。あ、吉野佐藤桃奈さん、なっちゃんの、なっちゃんが把握のグッズが欲しい。ホリパカグッズ、何のグッズが一番使いやすいかぜひコメントにまた書いてください。あーはい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 、よん、キリさん、キーホルダーかトートバッグ作ってほしいです。なんか教科書入れてそれでカバンの中にそのまま突っ込めたりしますもんね。学生の方とかも使えるし、お仕事されてる方も使えますもんね。めっちゃいい案だと思います。トートバッグいいっすね。でもキーホルダーっていう案もあるじゃないですか。キーホルダーであのホリパカ君が立体になってキーホルダーいたらめちゃくちゃ可愛くないですかって思ったんですよ。あれが 3D になってここなんかいろんなとこぶら下がってたらめっちゃ可愛いと思うんですけど、それもいいですね。完全にプロトタイプだよね今、はい、今、いやそう今話してるのはそれでしかないですね。あ、いやめっちゃ話変わるんですけど、この間僕先日誕生日だったじゃないですか。誕生日でいろんな先輩とかメンバーとかあの連絡くれたんですけど、あのザランページさんっていう僕たちの先輩グループのボーカルのリックさんっているんですけど、堀夏の冠見てるよって言ってくれて、俺もいつか出たいなみたいな言ってくれたりとか、そのザランページリーダーのジンさんも堀夏の冠見てますみたいな、皆さんもぜひみたいな上げてくれたりとかして、めっちゃ優しいです本当みんな本当にそうやってやってくれててめっちゃ嬉しいですよね。
いつか本当にまた出てほしいですよね。やるとしたらこんなことやりたいなってある？あー、僕今自信あるので、一番自信あるのレシピなし料理なんで、レシピなし料理で対決したいですね。なるほど。 MU さん、夢の中でパンを作るフォリナツくんを見たので YouTube でパン作ってくださいって。器用なフォリナツくんならパンもうまく焼けると思います。ああ、この方パン屋さんに勤めてるらしいですね。だからだ、だからパンの夢見るんだ。パンなんて難しそうですけどね、焼くの。材料ですね。小麦粉、小麦粉、水。もう困ったら片栗粉。何かしらでもちもちさせないといけないと思うんです。うん、まあもちもちとろとろとろ系って言ったら僕の中で片栗粉しかいない。そこ前回うまくいっちゃってるんですね。片栗粉入れてかなってなってくると、ちょっとパン作りたくなってきた。まあこれ面白いです。高評価。なんかホリナツの冠カッコカリをなんか略して呼んでくれてる子もいて、ほうホリカンホリカン略してくれてる子がいたんだけど、あとなんか略した言葉を決めてちょうだいみたいな、うん、なんかそんなメッセージもいたな。だからなっちゃんが決めてくれるといいかも。なるほど、略した。で僕の周りはカッコカリっていう人が多くて、これ自体をカッコカリって呼ぶ人が多くて、じゃあ外れねえじゃんって思うんですけど、スタッフさん周りというか、カッコカリ見てるよとか、カッコカリ面白いねとか、カッコカリいいねみたいな、それもみんなもカッコカリカッコカリ言っちゃってるんで、もうカッコカリにしましょう。カッコカリにしましょう。で僕がちょっと嫌だなと思ったらまたこれ言います、動画で。本当になんか周りの方はカッコカリって呼ぶんですよね。僕のことを、もはや僕のことをカッコカリって呼ぶんですよ。ホリナツとかなっちゃんとかじゃなくてカッコカリ。ゆうゆうさん、なっちゃんと生電話みたいな企画してほしいです。生電話っていうか、まあ配信系ですよね。そうだから、なんかなんだろう、きっかけが欲しいなと思ってて、うん、何きっかけでやろうかみたいな、うん、一番理想はやっぱ動画10万回再生記念、うんうんうん、でなんかやりたいですよね、うんうんうん、こんだけ言ってきてるから。そうだね。え、じゃあもうあれ見ますよ、あの登録者数。そうだね、そうしよう。あったあった、32,958。 お3万、3万台突破よ。これは嬉しい。着実に見るたびに伸びてますから、すごくいいと思います。嬉しいです。もうコメントでもありましたけど、またその見てくださってる方がいろんな方に広めてくださって、また広めてくださって、どん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 こうね、輪が大きくなってってるんで、もうこれは素晴らしいと思いますよ本当に。であと問題の動画再生回数ですね、ここ重要になってくるんですけど、第4回の放送が今一番上がってるんですよね、その再生回数が。でそれが今で視聴回数73,46,000で、これが公開してから、公開が7月23日だから、今日この収録してるのが8月10日です。なので残り2週間ない、残り2週間ないで3万か。ここでどうにか再生回数を上げないと、僕があのジェットコースターに乗ることになるんで、ちょっと違うね。これは本当にまずいです。何があってその後3日間から僕動けませんから、アーティスト業入ってもできません、踊れません。それは問題ですから、皆さんぜひ本当に10万だけはどうかお願いします。そしたらもう生配信やります。もう言い切りました、生配信やります。なのでぜひ皆さん動画10万回再生お願いします。行かなかったら、行かなかったら僕が高いとこから降りることになります。高いとこから。
落とされるんで、それだけは、それだけは回避したい。皆さん、皆さんの手にかかってます。お願いします。これからも動画のコメント欄にて僕にやってほしいことだとか、皆さんのリクエストじゃんじゃんお待ちしています。ぜひどんどん投稿してください。そして皆さん、今すぐチャンネル登録お願いします。